平愛希です。今日は畑地方の美味しいお店を探してみようと思いまして動画を撮ろうかなと思います。情報雑誌はよくあるんですけどもね、やっぱり、情報雑誌の情報よりもですね、食べたその口が美味しいよというところが一番正確な情報ではないかと思ってですね、この間聞いたお話をもとにですね、行ってみたいお店があるので今日は行ってみようかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。その口コミなんですけどもね、この前1月5日に消防団の出初め式があって、この出初め式の打ち上げに参加したんですよね。出初め式の方はね、出勤で仕事でったので参加できなかったんですけどもね、出初め式の放水の状況の写真1枚あったので、そちらどうぞ。それでその打ち上げの時にですね、お話が聞けました。やっぱりね、食べ盛りの消防団に話を聞くのが一番かなというところで聞いてみまして、で偶然ですね、たまたま、四万十市長が来ちょってですね、その四万十市長に突撃取材してみましたので、その時の様子をどうぞ。本当は政治のこととかお話聞いてみたいところなんですけど、そこはあえてね、市長のおすすめのお店とか、おいしいお店とかあったら教えてもらいたいんですけど、なんかおすすめのお店とかありますか？おすすめのお店は、やはり今飲んでる山崎それから地下食堂、地下食堂、地下ね、はいはいはい、元屋、中平、中平、東、東ね、四万十市ね、何部にもあります。ありますね。ただ予約してないと入れんところもありますんで、そこは十分注意をして、十分用意して、ね、いただきたいと思います。そうですね。それからあと、その二次会で、ぼったくりの店は一切ありませんので、ゆっくり飲めると思いますんで。ゆっくり飲めると思います。はい。四万十市楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。本当に。観光客の人に見てもらおうという、はい、でもね、中村の町、はい、大丈夫、見てもらおうたらね、いいと思いますよね。はい、僕はこれのお店はもう一切ないです。それはもう私も保証します。市長はだいたいお昼ご飯とかどこ食べるんですか？昼ご飯はだいたい一水とか、うん、近くの喫茶店とか、うんうん、食堂、そこらで食べます。役所の住みした、役所周辺で、ランチ的には美味しいお店とか、はい、いくらでもあります。いくらでもあります。で安いですけどね。ああ、はい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 。安いっすよね。安い、良心的なお値段と、特に美味しいのがやっぱ魚が美味しいですね。魚がね、そうですよね。はい、やっぱり鮮度がね、やっぱりですもんね。やっぱマグロは東京に応えませんけど、他の魚は島田市が東京より美味しいと思う、ね、やっぱりマグロって歯ごたえがあんまりないんですよね。やっぱ中村の魚はコリコリした食感が楽しい。太平洋のお待ちしてます。ありがとうございました、市長。どうも、よかった。さすがですね、市長ね、まんべんなく言うたね、お店をね。その他にも、なんだっけな、浜田とかね、料亭の浜田とか、白木のお好み焼きとかね、その情報もありましたね。はい。それで結構皆さん面白かったのが、やっぱり東、それから山崎、谷口、ああいう料亭ですかね、居酒屋結構おすすめする人が多かったですね。ワンモア、永田さん言ってましたね。ワンモアもいいみたいに聞きましたね。はい、ワンモア、ワンモア、え、ワンモア、これどこ行ったっけ。あ、オムライス、一条通り、へえ、市民病院に行く通りの、一条通りから市民病院に行く通りの、一条通りの角にある。あ、はい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 、はい、ワンモア、モーニングも、喫茶店系や、喫茶店系、オムライスが美味しい、オムライス美味しい、それはちょっと行かないかね。ちょっと、ま、そんな情報が欲しかった、うんうん、老舗の喫茶店ですね、あっこうも行ってみたら、オムライスが美味しい言ってたんで、次回はそのバンモアね、行ってみようかなという感じしますけども、今回は
つくもの学べ旅館のランチが美味しいです。学べの旅、はい、学べってすごい聞きますよね、はい、あそこおすすめって聞いたことがある。おすすめです、すごくおすすめです。あこは中村なんですけど、よく食べに行きます。あのランチじゃないがですけど、芋もち、芋もち、お、はい、清水の、うん、あらあら、私も出てきた、小芝さんの芋もちが美味しいです。あのね、そういう情報を待ってました。なになになに、小芝さん、はい、小芝さんの芋もち、はい、清水の両親市とかに売ってるんですけど、すぐに売り切れます。ぜひ。小芝さん、小芝さんの芋もち、これね、小芝さんの芋もち、これ結構気になりません？なんかすぐに売り切れるということですけども、ちょっと今から、その清水の町に行ってね、道の駅に行って買ってみようじゃないですかね。情報ありがとうございます。そこは行ってみようかなと思います。芋もち食べた後に、先ほどの真鍋さんですか、田辺じゃない、真鍋の食堂ね、こちらにも行ってみようかなというふうに思います。いや、めっちゃ天気ええわ。しかも結構波もまあまああるよ。ちょっと風が強いからね、微妙なところっちゃ微妙なところですけど、いいね。はい、到着しましたよ。清水の町に到着しましたけども、風強いわ、風が強い。漁港の方に止めさせてもらってですね、あの清水の町の何だっけ、あの道の駅、道の駅ちゃうわ、あの良心地とか、スーパーがあるところがあると思うので、そこまで行ってみようかなと。なんか前に来た時になんかあっちの方にあったような気がするんですけど、ここがあのなんだっけ、良心地だと思うんで、ちょっとここ行ってみようかなと思うんですけど、あ、どう開けるのこれ。あ、こうか、こうか、あ、あった、小芝、ここじゃない、ここじゃない、小芝。おお、あった、これ買っていこう。すごい、なんかすっごいふわふわしちゃう。なんだろうこれ、芋餅。てか俺お金持ってきたから、ちょっとあるわ。あ、切れてるやつもあるんだね。切れてるやつもありますよ。これとこれ買ってどっかで焼いて食べようかな。ゲット。これ皆さん知ってますか、メジカの節。これこんまい時食べたわ。これご飯にかけてね、おばあに食わされたけど美味しいんやけん、これも買っていこう。ババーン、芋餅ゲットりましたでございますけどもね、やった。意外に人気商品で結構先に売り切れてしまうみたいなことをね、よく聞きますけども、今日はゲットできました。よかったです。なんでもね、あの切り干し大根じゃない、あのなんだっけ、芋餅、干し芋、あの干し芋が結構期間限定で、作られている時と作られてない時があるみたいだし、まあ、割とね、期間が限定されている商品のようですね。それからなんかさっきお店のお姉さん言ってましたけども、作ってる方がね、もうかなり高齢化というか、割と高齢の方が作られているようですので、まあ、その日の消費とかにもよるのかもしれませんけどもね、はい、まあ、よかったです。芋餅、小芝の芋餅受け取りましたでございます。今からすくもの方へね行って、真鍋で飯を食ってみようかなと思います。清水からやからもう遠回りするしかないがやけど、もうどっちから行こうかな。
一回中村帰っていくよりかは大月方面通ってもうそのまま宿毛に行って飯を食うみたいな経路で行ってみようかなと思います。大変だよこれ。なんか急いで、めっちゃ急いで、あのトイレ入ってたんやけど、荷物これボッと落ちたで、これ今あの佐川のおっさん、大変だよこれ。あの荷物落ちてた、大丈夫？よかった、届けて、よかったよかったよかった。いや、宿毛までめっちゃ遠い。清水から足摺りに来ただけ長いけど、もうなんか心が折れそう。どっかで食べたい感じがするがやけど、頑張って真鍋まで行きます。あと1時間ぐらいかかるんかな。振動めっちゃ遠。着いた、やっと着いた。めっちゃ遠かった。真鍋到着しました。やった、長かった。やっと届いた、やっと着いた。噂の真鍋に来ました。清水からやったら何、1時間ぐらいかかったんかな。中村にねずっと降りながらもですね、この宿毛のこっちの方が来たのこれ初めてなんかやけども、なんかここが旅館なんかね、旅館の下にレストランがある感じでしょうか。じゃーん、早速行ってみましょう。残念ながら日替わりランチはね、唐揚げは売り切れていたようで、刺身ね、刺身定食はあるみたいなので刺身定食頼んでおりました。じゃあいただきまーす。醤油がうまい、うん、あの中村のあの丸さ醤油とかこんな感じの醤油で美味しい、うん、
うん、うまい。うん、うん、おいしい。魚は超新鮮ですね。うん、うん、やっぱりこっちに帰ってきて、あの高知からね、こっちに帰ってきて、あの思ったのはやっぱ刺身とかがやっぱ美味しいね、こっちはね。あの早から高知の方行くとね、あの、まあ、飲み屋さんで出てくる、居酒屋とかで出てくる刺身はもう早ちょっとね、鮮度がね、落ちちゃう感じするぐらいね。でもこっちはやっぱ刺身うまいっすね、やっぱね、うん、で焼きそばもついてます、焼きそば。うん、おいしい。うん、このしめ鯖が結構おいしいですね。うん、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 中村のやつかな、中村の丸さに比べたらもうちょっと甘口の感じがするぐらいだけどね。なんだろうこれ、富士マルチとかそんなんやっぱ。お疲れだ、後藤さんでした。よいしょ。いやー、クタ真鍋制覇でございます。いやー、皆さん、あの長い間を、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今日はこんな感じですかね。よかったら皆さんもおいでになってはいかがでしょうか。美味しかったです。あの醤油うまいっすね。なんだろう、あの醤油、富士丸つかなんかかな、すごい甘口の醤油なんですけど、僕あのやる感じの醤油好きで、お刺身食べるなら中村やら、この畑の醤油超おすすめです。はい、場所は畑新からね入ってきたところ長いけど、超アバウト長いけど、はい、まあ、すくもの人ならみんな知ってるんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、すぐわかると思います。はい、皆様いかがでございましょうかという感じでございました。いや長かった、めちゃめちゃもうぐるり一周したもんね。四国の、なんていうの、南西部をぐるり一周して、今からまた中村に帰ろうかなという感じです。最後までご視聴誠にありがとうございました。よかったらいいね、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いやもう今日はすげえ風すごいわ。以上でした。バイバーイ。いいね。うん、うまい、うまい。あのね、焼くと餅感がアップしますよ。甘さと餅感がねアップする。おいしい。うん、うまっ。これ売れるわ。うまい。あのお餅とお餅シャワー芋、うん、ちょうどその、 あの東山と餅の間ぐらいやね。本当においしい。餅なのにホクホクって感じ。うん、芋なのにもっちりって感じ。うまっ。